鹿とのぶどう。いそぶどうは。鉄砲を持った漁師たちが山へ狩りに出かけました。見晴らしの良い丘の上に出ましたが、人間の匂いがするからでしょうか。今日は獲物が一頭も見当たりません。おあそこに鹿がいるぞ若く目のいい漁師が、 指さす方を見ると、毛並みのいい一頭の鹿が走っていきます。漁師たちは、その鹿を追っていきました。おっとっと、捕まえるもんか鹿は、ジグザックと漁師たちを巻くようにして逃げました。すると、先の方に、ぶどう畑があります。日の降った雨のおかげで、 ブドウの葉が青々と茂っています。よし、この影に隠れていよう。鹿は息を潜めて、ブドウの葉の影に隠れました。ここら辺を通ったんだが、見失ったから。あの森へ逃げ込んだのかもしれないぞ。漁師たちは鹿が隠れていることに気づかず、 ブドウ畑を通り過ぎて森へ向かいました。ふう、やれやれ、助かった。それにしても、驚いたな。ブドウの葉っぱのおかげで命拾いしたよ。安心した鹿はお腹が空いていきました。目の前には、みずみずしい葉っぱが、 キラキラと輝いています。助けてもらったけど、ちょっとだけ。そう言うと、鹿はぶどうの葉をむしゃむしゃと食べ始めました。そこへ、さっきの若い両親が戻ってきました。鹿を追っている途中で帽子を落としてしまったのです。 さっき、ここら辺を通った時に、ブドウの木に引っかかったんだけど、お、あったあった。ブドウの木の下に落ちていた帽子を拾った若者は、ブドウの葉が風もないのに揺れていることに気づきました。おや、おかしいぞ。さては、鹿のやつ。 パソコンに隠れているな。漁師は鹿のいるあたりに狙いをつけて、鉄砲を撃ちました。ブス。弾は鹿の急所に命中しました。うぅ、やられた。でも、殺されてもしょうがないか。助けてもらった葡萄の葉を、 食べてしまったのだから。そうつぶやくと、鹿は一気耐えました。その時、急に風が吹いてきて、ぶどうの葉がさわさわと揺れました。